緊急事態宣言下の都内では飲食店に対しアルコール類の提供停止を要請しているんですが、豊洲市場の中にある一部の飲食店ではこのアルコール類の提供を再開する動きが出てきています。どういうことなのか伊藤さんお願いします。はい、お伝えします。豊洲市場の中にある飲食店では緊急事態宣言が発令された当初は都からの要請に応じてアルコール類の提供をしていなかったそうなんです。しかし生活インフラを支える市場の中にある飲食店はそもそも要請の対象外となっていまして、アルコール類の提供をやめたとしても協力金はもらえないんです。つまりお金は出さないけどアルコールの提供はやめてねという、こういうお願いベースになっているんですね。都の担当者は感染拡大防止の観点から自粛を重ねてお願いしたいとしていますが、飲食店の関係者は長居する客もほとんどいない、夜間も営業する通常の店とは異なるとしています。これは飲食店が悪いという話ではなくて、協力金の対象になっていないところのその制度の問題なのかとも思ってしまいますが、清水さんどうですか。そうですね、豊洲の飲食店というのは、営業時間おそらく深夜から、午後ぐらいまでやっているお店で、どういうお店かというと、そこで働いている方がですね、仕事が終わった朝に、食事をして、僕らが夜晩酌するような感じでですね、一杯飲むような使い方をされているお店なんだと思うんですよね。でさらにあまり観光客の方がいて、それで営業が成り立ってたんですけれども、観光客の方ほとんど今いないはずなので、かなり打撃でですね、さらにここでやっぱりアルコールを出さないとそのなかなかお客さんが来てもらえない、そういう死活問題なんだと思います。協力金本当に業種によってものすごい細かい業種を出しているんですけれども、その業種の中で適用されたり適用されなかったりというかなり曖昧さとですね、矛盾があるので、そういう改善は必要だなというふうに思います。現場は混乱してしまいますよね。協力したくてもできない、現状の制度を変更することにどんなデメリットがあるのか、メリットの方がはるかに上回るんじゃないかなというふうに思います。今からでも制度の見直し考えてほしいです。